皆さんこんにちは、私は弁護士の竹山茂樹です。アシスタントのカレンです。今日は私の月曜日のスケジュールを公開します。でもちろんクライアントの秘密保持の観点から一部フィクションになってますので、ご了承ください。ただだいぶリアルになってます。まず8時に起きます。結構ゆっくりめの起床ですね。あ、そうですね、まあ、人にもよるんですが弁護士は夜型の人が多い印象があります。それは何でですか？企業も個人もですね、実は弁護士に法律相談夕方に持ってくる方が多いんですね。これなんでかというと、まあ、個人の方は昼間働いてるから。であと企業案件の方も本来普段企業で昼間は自分たちの仕事してるわけです、うん、法律相談ってイレギュラーなんでなるべくこう遅い時間に持ってくる方が多いので弁護士の仕事もこう夜型になりがちで、夜働くと帰る時間も遅くなっていろんなことが遅くなって結局寝るのも遅くなって起きるのも遅くなる、うん、みたいな感じですね。なるほど。あと飲み会なんかが比較的多いのもあります。でただ朝の方がねやっぱ仕事がはかどるとして朝方仕事しますよって方もいらっしゃいますね。あの面白いですよ、弁護士同士でメールしてるとメールが夜中に来る人もいれば朝5時に来る人もいます。あ、全然違うんですね。全然違うんです。もう夜中に仕事してくる人とか朝起きて仕事したんだなとか分かりますね。ちなみにカレンさんは朝方ですか？朝方ですね。何時ぐらい起きます？6時から6時半ぐらい。健康的ですね。例えばこの間弁護士の飲み会で思い出したのが朝早く起きてテニスに行くって人いましたね。すごい、仕事の前にですか？そうですそうです、すごい、まあ、そういった人もいるんで、まあ、多分弁護士になったら朝方になられるんじゃないかなと思いますで、そこから事務所に移動します。で私は電車移動なので移動中は寝ているか勉強するか事件処理を考えるかしています。でモバイル PC でメール処理することもあるんですけどやっぱり秘密保持の観点からちょっと気を使いますね。勉強っていうのは何の勉強をされてるんですか？はい、最近外国のクライアントも増えてきたので英語の勉強をしたりですとか新しい法律とかちょっと手薄だなって法律分野の勉強をしたりします。この間プロバイダー責任制限法って知ってます？聞いたことあります。聞いたことあります、はい、あの今インターネット関連で情報開示とかそういったことを定めた法律なんですけど、はい、それが改正されたので勉強したりしてましたね。9時半ぐらいに事務所に到着して質問を開始します。ここでメールをチェックしたり、最初なので1日の業務のスケジュールを考えたりします。でね、弁護士ってメールが大量に来るんですよ、何件ぐらい来ると思います？30件ぐらいですか？お、いいせいってる。大体30件で、まあ、中には100件ぐらい来る人もいるかもしれない。結構来るんですね。でたくさん来るから処理だけで1時間以上かかることもあります。でこの日は11時にクライアントの方が来て打ち合わせをしました。この日は契約書のリーガルチェックや商標のことで相談がありました。商標っていうのは知的財産関連も扱われてるんですか？あ、そうですね、あの知的財産関連というと弁理士という職業があります。こっちのイメージ強い方もいるんですが弁護士も扱いますね。ただ特許はかなり専門性が強いので私の事務所で扱うのは著作権や商標になります。こう自分の企業でこんな商標登録したいんだとかそういった相談もありますね。で11時45分頃、昼食に出ます。何を食べられることが多いんですか？はい、近所の飲食店に行くことが多いんですが結構いろいろありまして中華料理屋さんも和食屋さんもあったりそば、とんかつ、沖縄料理、事務所の隣にはタイ料理があったり焼肉屋があったり何でもありますね。世界中の料理、すごい豊かですね。あ、そうなんです私の事務所は西新橋という東京の西新橋というエリアにあります。これはあの裁判所のある霞が関、これも官庁街ですね。あとは虎ノ門というビジネス街、新橋でビジネス街も近くて、お昼に困ることはないですね。あと弁当屋さんもたくさん出てきます、お昼になると。であとワゴン車みたいなのありますよね、あの弁当売るワゴン車みたいな、 はい、ああいうのもたくさん来ます。ただビジネス街なんで土日はゴーストタウンなので土日仕事に行くと大変なことになります。で飲食店なんか12時は混雑するので少しずらして昼食は取りますね。で私は早く取ることの方が多いです。で、12時半ぐらいに事務所に戻って血糖値がやっぱ上がってここで仕事するとぼーっとしたりしちゃうの で体を少し動かすために事務所の片付け等をしてからデスクワークに戻ることが多いです。これの起案をします。まあ、起案っていうのは文章を作ることですね。でクライアントからヒアリングは済んでいるので書面を作るだけなんですが相手方の主張に効果的に反論するのはなかなか難しい、まあ、何時間もかけて作るわけです。準備書面まだ作成途中なんですから14時45分、この日はね国選弁護の待機日でした。国選弁護ってわかります？国から選ばれた弁護士。あ、そうですそうです、まさに国から選ばれし弁護士なんですけど、はい、まあ、実際はそんなかっこいいもんじゃなくて警察に逮捕されて拘留って手続きがありますね。10日間捕まっている手続き、はい、で拘留段階になるとお金のない人はとか弁護士に知り合いいない人は国選弁護人を依頼できるんですね。
そうすると実際どうなるかというと、法テラスが弁護士会から出た弁護士の名簿の上から順番に電話していくんですよ。待機日ってのがあって、この日は電話かかってくる日だったんですね。でかかってきて国選弁護の依頼が来た。でこの日は被疑者が裁判所に呼ばれている、あの交流質問で手続きで裁判所に呼ばれてました。普段は被疑者は警察署にいるんですけど、裁判所に呼ばれてると事務所から近いので行きやすいんですね。で15時までなら裁判所で接見ができるので、急いで裁判所に行ってなんとか接見できました。で15時10分接見終了で、ついでに裁判所から別事件で和解の調書ができてますよって連絡が来てたので、和解調書を受け取ったりします。で15時35分、さらについでに弁護士会の図書館に行きました。あの裁判所と弁護士会は隣同士なので、裁判所にこの用事で行ったらついでに弁護士会で何かするっていうのが割と一般的です。でマニアックな法律分野の書籍は事務所にないことがあるので、弁護士会の図書館なんかで調べたりすることがあります。で16時30分、これメールチェックとか不在の間に来た電話の折り返しをします。で17時30分、今日の夜はレックの講座があるので講義で話す順序を考えたりします。で19時からレックの入門講座、今日の講義は民事訴訟法だったので、実務を意識した講義で民事訴訟法のイメージを受講生に持ってもらって、話せる範囲で実務の話も折り混ぜたりします。大体23時ぐらいに帰宅する、こんなイメージですね。帰宅後は何かされてるんですか？はい、私は、顔に似合わずかもしれないんですけど、実はお風呂が大好きでして、いろんな入浴剤を試したりして結構長くお風呂に入ってることが多いです。で最近はスマートフォンとかね、本とか持ち込む術を覚えたので結構お風呂でゆったりしてます。いいですね、リラックスタイムですね。あ、そうです、まさにそうです。こんな感じのスケジュールなんですが、なんかどう思われました？忙しいですね、夜までしっかりスケジュールが詰まっていて忙しいなっていう印象を受けました。あ、そうですね、特にこの日レックの講義は夜にあったので、でレックの講義夜にないともうちょっと早めに帰れることもありますし、夜クライアントが来たりとか急な相談が入ったりとか弁護士同士の飲み会が入ったりとかすることもあります。日によって全然動きは違うんです。結構違いますね。ただ事務所というか弁護士の携帯によっては、例えば企業の契約書のチェックばっかりしますよっていう事務所とか、交通事故専門の事務所とかだとまた動き方は違うと思います。あとこれ私東京で弁護士やってますけど、本当の地方都市、政令指定都市じゃなくてもっとちっちゃい都市だと車移動が多い弁護士多いんですね、はい、でその弁護士だとかなりスケジュール違ってくると思いますね。あ、そうなんですね。ということでこんなのが弁護士の一日のスケジュールです。ぜひね、皆さん の弁護士目指している方、イメージ作りに役立ててください。チャンネル登録よろしくお願いします。